ますかね、この緑の石ですね、これお墓です。で周りにこのある建物ですね、もともとはまあお墓の事務所みたいなものなんですけど、貧しい人たち、家がない人たちが住み着いています。お墓に住んでいる人たちということで死者の町と言われています。でこの通りを挟んだ向こうですね、こちらアズハルといってですね、あのイスラム教スンニ派の権威、まあ、総本座みたいなものですね、はい、こちらそのようなところで対照的となっています。こちらカイロにありますですね、イスラム教の墓地に来ています。イスラム教は土葬ですので、このようにこのお墓の下にですね、それぞれ遺体が埋まっています。火葬しません、イスラム教は火葬しません、土葬ですので、このようにお墓一つ一つは結構大きいんですね。でこの中にですね住んでいる人たちがいます。アスラームアレイコム、アスラームアレイコム、アスラームアレイコム、キャンエンタ、この中にも、この中にもまたお墓があります。この壁に仕切られたところ一区画でそれぞれ所有者がいますでこの中にですね、その所有者とは別に地方から来て住むところがない人がですね、こう住み着いています。アサラマリコン、アサラマリコン、あーシュクラヤバニヤバニ、アサラマリコン、アサラマリコン、このようにですね、食器なんかもあってですね、天井高いですね、ここまであります。やばいね、特殊家の方からもらったという冷蔵庫があります、うん、こちら、まあ、扇風機動いてるんですが、これはですね線を引き込んだものでですね、電気料金払ってないですね。お邪魔します。アサラームアレイコム、ハロー。こちらはですね2階に上がります。こちらですね、この建物の中にもですねお墓があるんですね。これお墓です。この緑のこの下に遺体が眠っている。イスラム教は土葬ですね。このでこちら2階にですねちょっとお邪魔します。アサラームアレイコン、アサラームアレイコン、ハロー、アサラームアレイコン、アサラームアレイコン、こちらがですねベッドルーム、こちらでですね、こちらがですねバケツ、これトイレですね。このバケツがトイレとなって、まあ、ここ6畳あるかないかだと思うんですけど、ここにですね親子5人で仲良く暮らしています。シュクラーン、シュクラーン、マスラーマー。